はい、こんにちは。えー、新てっちゃんの業務進々。ありがとうございます。えー、くーちゃんことリシェ。それとね、レン・シンカイ。この二人からね、質問があったんでね、ちょっとそれにお答えしたいと思います。まずね、えー、くーちゃん、リシェ。説明責任を果たせ。何の説明なんでしょうね。あのー、母親と住んでることこれね、 説明責任もないのよ。なんで、あなたに言う必要ないでしょ <laughs> リシェはね、あなた年下のね、あの、彼氏とどうなったの別れたのほんであなた、あのー、ヘビースモーカーでお酒いっぱい飲むらしいじゃない。それ体に悪いからやめてお願い。ということでね、説明責任、何のことがさっぱりわかりません。あのー、 あなたたちに私迷惑全くかけてないし、あの、特にあなたたちのことね、あんまりね、好きくないのよ。だからね、言う必要ないの。だからいつもいつも同じようなことばっかり言ってるけどね、もっと前進して。ね。サーファーらしいじゃない。彼氏 <laughs>。別れたんでしょ。多分あなたみたいな性格とね、あれするのはちょっとね、一般の人は難しいかもね。 ということで、説明責任は何のことかまずわからないということと、あなたたちには全く私の人生には関係ありませんということです。だから嫌な、僕は YouTuber で嫌なら来なければいいこと。これだけです。えー、あとね、あとだったっけど、あ、あと子供がいる新海ちゃんね、この人はね、あなたが裁判を起こすのは、えー、住民票を置いてる、なんて言ったらな、 東京地裁ですか、松山地裁ですか、それとも弁護士丸投げ。あなたね、内容をばらす人いないでしょう。内容ばらす人いないでしょよ、普通は。あなた質問がおかしいわ。そんなね、敵に内容を教える人なんかいないじゃない。いないじゃない。これ例えばね、みんなね、これ参考までに教えてあげると、例えばね、 えー、例えば関東の人、まあ、要は例えば東京の人を相手取ってもし裁判するときに、えー、僕は松山で松山地裁で裁判を起こしたら松山になるんですよ。これねあのだから例えば証人関門とかになると自分が自費で えー、松山で来な来ななくくちゃいけなくなるそれともし弁護士を雇って弁護士が来なければいけないということになると、えー、松山まで旅費,旅費を使って来なくちゃいけなくなる。それとあとね、えー、1回は必ず来なければいけないあの裁判の中でねだから地元じゃないとこで裁判を起こされて弁護士を雇うと。 弁護士の一日の日当と旅費とかがいるから、めちゃくちゃ高くつくということね。まあこれだけ。でもどこでやるか教えない。僕はね、あのね、住民票はどこだとかね、なんとかって、そういうね、今もうどこに住所を移してるか教えないけど、<laughs> 深海はね、僕はまだ、まあこれも言わないけどね、あとね、弁護士に丸投げですかっていうのがあるんですけどね、これね、皆さん知ってると思います。民事事件はね、 あの民事訴訟はねあの基本弁護士に丸投げで99%弁護士が全部します月に1回ね30分ぐらいの打ち合わせ程度で済みますズームで済みますだからあの基本民事事件っていうのは弁護士に丸投げですだからあの松本一さんがこうあの裁判に没頭するって言ってたでしょでもあれはあ間違いあの基本的にあの あの民事訴訟の場合は、もうほとんど一,一番最初に2時間か3時間程度、内容を全部話して、あとはもう、弁護士に丸投げ。で、月に1回、まあ、月に1回ずつしか、こう、やり取りができないので、結構ね、民事っていうのはね、1つのことでね、2,、えー、っとね2年近くかかるんですよ、まあ、証拠、証拠、証拠でね。だけど、えー、っとこういうい SNS 関係はね、もうどこの誰がいつ何をしたかっても明確なので、多分ね、半年ぐらいでもう判決って必ず出るんですよ。はな必ずというか、ね、もう判例があるので、もう完全にすぐ終わります。まあ、これ、豆知識ね。ふざはね、免許ないし、経験ないから分かんないと思う。僕、経験いっぱいあるから。うん。ということで、いい維新ちゃん。あなた、子供の送り迎えちゃんとやったのあ、今日休みか。あ、そうかそうかそうか。 リシェちゃんね、あなたね、リシェっていう名前とクーちゃんっていう名前両方使ってるけど、そういうのやめてくれるわかりにくいから。私わかるけどね。それじゃあ。